この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケンの大冒険です。というわけでね、今回もこちら VS PS4 の実況やっていきたいと思います。見た感じ、俺の味方はいなさそうですね。でですね、まあ前回前々回とコントローラー新しく買い替えて、その、なんだ、新しいコントローラーを使っていたんですけれども、誠に申し訳ない。カチカチ鳴っていた。確かにうるさかった、あれは。で、今戻しました。で、壊れかけのコントローラーなので、スティックがたまに反応しなかったり R2 ボタンが起動しなかったりということが結構あって、あと×ボタンがね、押しても押した感覚がないということで、今そのコントローラーを使っているんですけれども、なのでそのなんだろう、じゃあさっさと新しいコントローラー買えばいいじゃんってないかもしれないけど、金がねえんだわ。うん、マジで。1月だけで友達と遊んだり、ちょっといいところ行ったりとか、いいもの食べたりとかいろいろしたんで、ボーナスも全部ぶっ飛んだし、合計1月だけで20万以上使ってんだよ。20万以上、30万かな、30万くらい使ったかな。で、2月に買いたいものが、1,2,3,4,5 5個くらいあって、その合計金額が4万円すんのかな。うん、でコントローラーもちょっと買い替えようと思って、で買ったものが外れだったので、また買い替え直すということで、また4800円くらい、まあ5000円ということで、まあ2月で5万円くらい使うのかな。うん、であとは生活費とか家賃とかいろいろあって、うん、で3月には、任天堂スイッチが発売されますので、そちらも買いたいなと思ってて、でね、ゴジラの方のコメントで来てたんですけれども、ゴジラのゲーム出ないんで買わなくていいじゃんっていうのが出てたんですけど、すいません、ゲーム実況者なので、ゴジラのゲームだけじゃなく他のゲームもやりたいんです。はい、僕的にはね、ドラゴンクエストとゼルダの伝説、こちら2つを買いたいなと思ってます、今のところ。よいしょ。なんか、血の間にか勃発してたよね。いろいろ説明してたら、あれ？なんかガジラ止まってね。いた！こういうの遅かった。あ、同じ HP になるまで待ってたってこと？ナメプ？ぽくない？だって急に止まってたよね。で、同じくらいの HP になってから急に動いたから多分ナメプですね。完全にナメプっすね。おー、痛いね。このガジラは、リスナーさんじゃなくていいんだよね。なめぷしてゴリ押しって感じなので、ちょっと良くないっすね。まあ多分、後々俺と戦う相手になるので、まあ別に放っておいてもいいんですけど。なんかぬるぬるになったりぬるぬるにならなかったりします。なめぷした割にあれだね、ガジラ結構食らってるね。なんだかんだ食らってるね。もうやめてあげようよ。もう決着ついたようなもんだろ。あのゴジラあれかな、受け身あんま取りませんね。いや、じゃあ先手譲るよ。 OK。
じゃあ、いた。よし。俺も乱戦に入ればよかったな。なんか嫌な勝ち方しちゃったな。はい。てなわけで、とりあえずね、なんだろう。あれだよね。ゴジラベースが、ごめん、俺もジェットジャガーにするべきだった。でも出入りしたら多分他の部屋に行っちゃったと思うんで。おお、イエイ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 、リスナーさん祭りだね。もう俺 ID 覚えたもん、さすがに。おお。前に出たらダメ、前に出たらダメ、出たらダメって言ってるでしょ。ごめんな、ごめんな。どちらにせよビームやったとしてもね、君大ダメージよ。あ、ごめんごめん、止まるんか、ごめん。I'm sorry。 ここで行けばこうか。おお、危ねえ。こんな感じ。いいよ、ギャインで。もうちょい近づいてもいいよ。こんなもんか。これやべえ気がする。おお、重っ。なんでだ。ちゃんと落ちてないね。あ、意外と結構遠かったね。来た。おお、てかこの距離できんじゃない。いや、離れすぎ離れすぎ。このくらいでいい。待って、わかんない、水しぶきがやべえ。いった。いいんだいいんだ、大丈夫だ、サムネのためだ。ごめん、むずい、難しい。どう映していいかわかんない、カメラに収まりきらないんだよ。もうちょい近くでいい。うん、そのくらいの距離でいい。多分当たんなくね。ここでいい、ここでいい。まあいい、ありがとう。よし、さあ。OK。 何しとんねん。行くぞー。いた、いた。どっち見ていいかわかんねえ、お前ら。これどっち見ていいかわかんないな。これ結構俺不利かもしれない。まずい。おお、ダブルでいった。
おーおー、いた、まずい、行ってお前ら、おー、そこを突っ切る、あ、足んねえんだよ俺の攻撃がよよいしょやっとコンボ入った、いたいた貴様いたちょっと待ていたちょっと助けて、誰か助けてなんだ今のコンボ、いたくそ、おいしょ、いたいたたたたいたいたたたたたまずい、お、2本しか出なかった、しかも俺に当たってる、いた、あぶね、よいしょ、いたいた、まずい、あぶね、今の痛かったからな、おお、うまいうまいうまい、なんか切られに来たぞ、おお、屍を利用しよう、こう離れていくね、ここはカッターとビームなしでいこうか、おお、そこそこ、よいしょ、どう来た、はい、よかった、ありがとうございます沈んだら君何も映んないねはい、というわけでありがとうございました、次で最後かな今回は、よいしょ、いやーまさかだったね、スペコジ使うか、よいしょ、おっといない、時間的にもういないのかな、お、三色気流、誰かこんなんいいかな、来た、お、気が合うね気が合うね、同じスペゴシじゃないかいいね、重かったら外人さん、意外とぬるぬる、あ、点々で角つくね、で、平和協定せずに近づいているので、多分敵でしょう。あ、敵だね。完全に戦う系男子だね。戦う系男子肉食系じゃなくて、草食系じゃなくて、戦う系男子だからね。おっ。ミサイルでも来んのか？まずい、これまずい、これまずい、おお、まさかのダブル、いた、いた、まずい、いた、いやでもいけない相手ではないぞ、ちょ、大丈夫だ、俺にやらせるんだ、おおおお、ちょ、よいしょ、
考えるね、これは。どうだ。おー、おいしょ、おいしょ、およいしょ、いや、誰の、なんかずっと狙ってくるな。おお、よく止めた。待った。おいしょ。おいしょ。おいしょ。ひっでえことになってるけど。いたたたたた。正直久々に使ったんだけどな。いたたたた。いたたたた。届くねー。俺も助けてあげよう。でも2対1って良くないんだよね。どうしようかな。じゃあピンチそうだったら助けよう。そんなことなかった。なんかすいませんね、あの三色キル使ってた方。君は別に悪くないんだ。これは戦うゲームなんだね。別に悪くはありません。戦って普通だから。おお、かっけえ。ちょっと離れようか。かっこよすぎる。やばすぎ。かっこよ。もう一丁、お願いします。あ、縦やるのね。待って、待って、ない。今ない。あ、それやるのね。なに、俺ここ？おお、かっこいい。サムネ迷うね。ありがとうございます。スペコジ同士の戦い。おお、うまいな。おーい、うまい。うわっ。うわっ、うわっ、いた。おお、外すか。同じスペコジでこうも違うか。おお。よし。おっ。むずい。おお。スペコジ慣れしてねえ俺。あ、
サンスケギルドさん、こんにちは。そこに寝っ転がっていたのね。はい、というわけでね。じゃあ、今回はここら辺で終わりにしましょう。リスナーさんありがとうございました。ね、俺が最初ゴリゴリで狙われてる間、後ろで頑張ってね、援護してくれました。ありがとうございます。はい、というわけでね。これからもね、よかったら、どうしようか。別にね、俺ね、急にいきなり勝負を持ち込まれるのは別にいいんだよ。で、あまりにもゴリゴリすぎて、俺が残りの HP3 分の1になって相手がピンピンしてたら助けて。うん、一応これ戦いのゲームだから最初から助けてくれるのもすっげえありがたいんだけど、うん、ちょっと俺も戦ってみたいから。というわけで、助けてくださって一応コメはありがとうございました。いやー、とても嬉しいですね。助けてもらえるというのは。はい。というわけで、ここら辺で終わりたいと思います。皆さん、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。